さん、こんにちは。ようこそ呼び美穂チャンネルへ。今日はですね、今から新宿伊勢丹へ向かおうと思っております。というのも、かじゃ美獣さんのポップアップが開催中なんです。去年ね、ポップアップでジュエリー2つほど購入させていただいたんですけども、今年も1つ購入したいなと思っております。暑いからタクシーで行きます。はい、すいません、新宿の伊勢丹までお願いします。見たい商品はいくつかあって、やっぱね、進みないとね、わかんないですからね。エレベーターで行きます。やばい、すでに面接でいっぱい可愛いものがあった。戻ってきた。こんにちは。綺麗。1年ぶりの再会ですよね、ちょうどね。はい。今ね、いろいろ見させてもらってたんですよ。かわいい。アメちゃんリングは、これは石なんですか？あ、石です。それぞれちょっと白い。ぜひ、誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントに、ダーリンにおねだりしてみてください。それか自分で頑張って買うか。輝きがやっぱりね、違いますね。ニコちゃん、あ、こっちのニコちゃんもあるんだ。本当な、いっぱいつけてもいいですね。おしゃれさんの出来上がり。去年もこの場所でしたね。私ちなみにこのハートのネックレスのゴールド持ってます。はい、あとこのハートの方のリングも持ってます。去年買ったんですよ。今年ももう一つちょっと欲しいなと思って、今日ね、来させていただいたんです。ホワイトにしようかなと思ってて、これダイヤの周りについてるタイプとついてないタイプがあるじゃないですか。こっちの方がお得なんですよ、これ、はい、最近作ったもので、今本当にリカットがすごく高くなってて、リカット大根美味しい感じが高くなってるんで、はい、こっちの方がお得かも。これ前に作った分なんで、やっぱジュエリーといったらダイヤがついてた方が私は、いや私ね、このインスタライブでもね、このハートはね、すごい気になってたんですよ。なんか秋冬はニットの上からつけたいな。白、あ、本当ですか。やっぱブルベだからホワイトの方がいいですか。メロさんホワイトの方がいい。ホワイトかな。買うんかい。もう私買うんかい。いや、ハートのね、ネックレスつけさせてもらったんですけども、正直お値段もするし、まだ私迷ってる。迷う時間も大切ですよね。どうしよう。正直去年から狙ってたんだけどね。ゴールド、赤いカラー、ゴールド。つけやすいんだけど。いいね。完全開閉式、心配いらない。なんかなくしそうだけど心配いらない。ハイジュエリーのラインの第1弾。もう輝きが本当に違う。ちなみに
おいくらなんですか、お値段。220万です。これだけのダイヤ使ってたらしますよね。本物のグリーンガーネットだから、やっぱグリーンガーネットいいですよね。本当に似合いです。美穂さん、いつも可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。美穂さんに選んでいただいて嬉しいです。美穂さんは今周りに、ダイヤがついてないタイプ、グリーンガーネットのみです。そうです。私ダイヤついてるやつでもまだ買うか迷ってます。買いましょう。買いましょう。お修理だそうです。お修理きっとスターのネックレス、この組み合わせ輝きがいいです。何カラットですか、これね。そうです。1キャラちょうどちょっとカラーアップですね。はい、迫力。いや、見てきましたよ。いろいろちょっと見させてもらいましたけど、今回は実際つけたりもしたし、で、グリーンガーネットのネックレスをどうするかまだ迷ってる私がいます。他にも可愛いね、ネックレスとか、イヤーカフが欲しいなと思ったし、ちょっと考えます。というわけで届きました。オープン。ダイヤも上質なのが分かります。